今日は内間木橋の、最後の姿を撮りに来ました。今これはですね、内蔵の、3カプセルマイクを使って話をしています。これをですね、ちょっとマイクを交換して、どういう風な聞こえ方になるのかを試してみようと思います。ちなみに、指向性が非常に高いマイクをどれも使ってますので、このままちょっと喋りながら一周してみたいと思います。今日は内間木橋を見学しに来ています。今ちょうど背面に来ました。背面の聞こえ方はこんな感じです。また回ってます、回ってます、回ってます。はい、正面に戻ってきました。今日は内間木橋へ来ました。続いてのマイクはですね、XYST1M というステレオマイクロフォンです。一番、こう開いてですね、話している状態でステレオ感をつけて今収録してます。ではちょっと回ってみます。回ってます、回ってます、回ってます。背面に来ました。今日は内間木橋へ来ています。はい、回ります、回ってます、回ってます、回ってます。はい、回ってます。はい、正面に戻ってきました。これが XYST1M の、ステレオ収録の音になります。はい、続いては、ガンズームマイクの ECM-GZ1M です。ズームマイクです、ガンズームマイクですので、すごく指向性が高い音になっていると思います。ではちょっとこれから背面に回ってみたいと思います。今回使っているのは ECM-GZ1M です。回ってます、回ってます、回ってます。はい、今一番背面に来ました。これが ECM-GZ1M の音です。今日は内間木橋に来ています。回ってます、回ってます、回ってます。はい、正面に戻ってきました。こちらが ECM-GZ1M の音になります。続いては、ワイヤレスマイクの Bluetooth ワイヤレスマイクをちょっと試してみたいと思います。はい、最後です。最後はですね、 Bluetooth の、ワイヤレスマイクを使っています。この、ZV-1 で使うときはミックスモードが使えないので、ワイヤレスマイクの音だけを拾うような形になります。これからぐるっと回りますが、このマイクの音声しか通ってないので、おそらく同じ音で聞こえると思います。ではぐるっと一周回ってみます。回ってます、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 回ってます。はい、今ちょうど背面に来ました。背面に来ましたが、音声はおそらく何も音質変わってないと思います。回ります、回って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 ます。はい、こうしても、音の、質が変わらないと思います。ちょっと離れてみます。こうやって離れていってもずっと同じ音で聞こえると思います。今日は内間木橋へ来ています。